ポルトガルの国旗は、旗竿側五分の二に、緑、旗尾足五分の三に、赤の縦二色に縦など、国章の使用部分を排した旗。一説に、緑は希望や誠実を、赤は共和国成立の革命を表すとされる。また、緑は希望と誠実さを表すとともに、勇敢なるアビス騎士団のシンボルカラーであり、赤は大航海時代。 新しい発見や未知なる大地を目指し、太陽と戦った輝けるポルトガル人の先人たちの犠牲の血を表しているとする説もある。金色の球状の物体は大航海時代の航海用具、天足儀である。ポルトガルの先人による測量術の発展と、それによる新規航路の発見を表し、つまりはポルトガル海上帝国の輝かしい歴史を表している。 ポルトガルという国名自体が、初期に都が置かれた街ポルトのラテン語9名、ポルトゥスカレの終わりに、アフォンソ3世が、ベルベル人から奪い返した城塞を、5つの青い、盾は、王立家の戦いをめぐる初代ポルトガル王アフォンソ1世の、伝説にある敵の5人の王を、青い盾の中にある5つの白い縁は、キリストの5つの聖魂を表すとされている。5つの盾にまつわる伝説とは、 王立家の戦いの直前に、ポルトゥカーでクアフォンソの前にジ者が現れ、ムーア人に対する勝利を約束したという、奇跡である。この戦いで、アフォンソは、ムーア人の王5人を殺して大勝し、この戦いを記念して5つの盾を、王の印としたとされる。しかし、かつての国旗では、城の数も7つより多く描かれていたなど、5つの、 盾と七つの城の言われについては確実なものはない。おそらく15世紀初めまでに、ポルトガルの国民意識功用に伴い、ポルトガル国家の始まりを神による神聖なる、介入に置き、国家の使命を神聖なものとすべく、作られた伝説と考えられている。現行の国旗は、1910年に王政が廃され、共和制が成立した際に制定された。 それまでの君主制の時代と決別するため、白と青を基調にした歴代のポルトガルの国旗とは全く異なる配色となった。ありがとうございます。